はい、かやん森。かやん森上から見たとここんなんやけどね。さあ、降りて、街歩いてみましょうかね。はい。24世帯61人って言うとるけど。全然違う。まだ多いぞ。ほら、ええとこあるぞ、ほれ。公園でございます、公園。これ、あれでな、台風でだいぶ変わった流れが。非常イメージ。なるほど。もっと広いけどね、イメージね。ですか。これがほら、ものすごい値段、どこよ。石舞台、え女水菜。わからんところじゃ。現在地、水菜。これは、飛鳥川上の新松、薄田、あと、カフェ。カフェやったらどうやねん。ねえ、台風の、ね、後で言うと、こんな綺麗だね。これどうでしょう。住んではりますかね。住んでそうで住んでそうで、わからんな、こりゃ。車が通るか。あ、この道な。可能性としてはちょっと薄いんだけどね。ちょっと電気ついてたね。ここそうかね。音忘れる。おー、かなり積んでくれてるよ。違いね。もう塩みたいなもんがやっとるけど、ここは住んではりませんか。あ、サラダ、ここはサラダだ。サラダさんの小さなでございます。ここから入ってるの、サラダさん。あそこかね。かやん森。これ一軒のうちやからね。ね、何ともあるけどね、一軒のうちはね。あの奥までな、家がな。これはもう住まいしてないね、住んでないね。蔵みたいになってるけど、石がきれいに積んでくれてるけどね。8、注意。
蜂がおんのかね。蜂の巣がどこあんねやろな。おー、湯ぼっこ、ほれ、すごく出てる。あ、なんとか、上流水やつや、今の通りね。綺麗な通りや。いや、綺麗な丘もいいから。これ、これ川の横の家や。すごいね。国が違うのか。こういう風にな。ああ、ここはどうもね、死んでありませんね。この帯を死んでありませんか。もう草が覆ってるからね。あの草は死んであるな。道があるのか。ああ、なんか魚がいそうやけど、いないだね。あれ、これね、ちょっとね、傾いてますわ。あるんすか。お墓あるんすか。いやー、お墓に入り口に面する。はい、すみません、ありがとう。お墓だそうです。入団にからちょっと降りたとこやけどね、1キロぐらい、1キロちょっとか500ぐらいか。かやん森もずいぶんね、踏んで払うの多くなってますね。これおそらく飛鳥川やろうな。飛鳥川でございますね。今度はね、一番南から下ってみましょうか。南からね。ほんで、積んであるね。天狗天狗台。こっちやね、天狗天狗台は。クローズやってられへんのかね。やってやりませんわ。クローズでございました。綺麗なお家だわ。
これ右に行けなかったからね。ここ行けんのやろ。ここ右行ってみようか。ああ、綺麗なサルスベリの花が咲いてますね。お寺さんかね。龍富士さん。ほら、塀があんなか。塀がくわね。いい色できてますよ。気が引かれてる。ユリの花がきれいに咲いてあります。森川雄一、これ村長じゃんこれ。トンボがいっぱいや。ほら、この辺早いね。もう稲穂が出てますね。これね。いやあ、見てみましょう。スマホと思うとちょっと難しいかな。お店が一軒もなかったね。食堂が一軒。コーヒー、貨幣が一軒か。そんな感じか。あ、先ほど行ったところやな。会社でこれどう見ても5分の1でございますよ。これあれが天井石やね。6回持ってきたよね。これね、5分の1でこれどう見ても。実はなってないかね、実は。まだ早いかな。おお、いいね、この橋は。最高やね。
だいぶ経ってね。はい、ありがとうございました。火山森でございました。いやー、ちょっと歩いただけでね、35分かかってます、35分。